お菓子かねえ。いや、なんかメールでたい。なあ、もうね、最近ネットで買っとらんとよ。ネットでショッピングしとらんとにね、なんか着払いの荷物がありますとかね、荷物が届いてるんですけども、配達できとらんけんがまた、いつ配達できるか、入力してくださいとか言ってね、メールがなんか最近狂ったよ、毎日。だけど、運送会社に確認したけど、いや、そんな荷物は来てませんよって言わすわけだ。だってメールでは、なんか着払いで私たちに荷物が来とるとか来るけんね、ここからなんか、先にね、決済もできますとか出てくるけど、怪しかねえと思ってた。ちょっと待って。これ言ってないやろ。何をね、開けてないこいや、れ。サイトは入ったよ。いや、入ったんだけど、ここからその再配達の連絡とかしてくださいって言ったっけ。ね？開いたら、そこになってからなんかカード番号ば入れろとか出てきたけん。ああ。入れてないやんな。入力してないやんな、それ。そこは入れとらんだけど。詐欺やって、これ。詐欺ね、これ。いや、完全詐欺よ。詐欺メールやん。この前もニュースでやってたやつ。俺はもう、一昨日ぐらいから毎日聞くとだよ。もうこれ完全詐欺やん。詐い欺や、ね。こういうメールで、カード番号入れてお金引き落としみたいな、そんなありえへんから、普通や。お母さんもそれはなんとなくわかるけど、荷物が本当に来とるとかなと思ってた。てか、なんでそんなに URL を開ける？違う。だけ、あるでしょうが、配達時間は何時から何時でお願いしますとか、もうできたりするけ。そうかなと思って開いたら、生年月日とか、なんかカード番号とかをね、登録したら先にもう着払いの決済もできますとか入力入っとったっけ？だけど、おかしかねえってお母さん最近何の買い物もしとらんとになんで小屋んとか来るとかなーって、聞いただけだ。次は怒らんでよ、別怒に。るやろ、そんな。まず開けたことが嫌やわ。入れてへんにしろ。もうわからんもんだってお母さんもいろいろ来るけん。信じられへんよ。だからもう、開かんかったらいいとね。そりゃそうやろ。分かった、もんあんたに見せるけん、一回。これは大丈夫かとか。マジで怖いわ。もう分からんけんたい、こんなんばっかやって。しかも開けたことで、多分来るよ。まいた？たずらメールが。アドレス変えた方がいいとかな。もほらほらほら、これとかも。いや、もうアウトやん、こんなんもいや、これでもお母さん、開いとらん。う。お支払いのとか書いてるやん。うわぁ、もう。こんなもんいっぱい起こっとんねんで。怖かで、一個でねも当たればいいみたいな感じやん。え。もうわからんもん、こりゃ。そんなんやってたやん、ニュースとかでも。怖い。もう捨てようかな、携帯。せえへんやろ、それ。勘弁してくれよ、お前。しっかりして。いや、だけど、しっかりしとるた。荷物頼んどらんのに来とるけおかしかねえとは思ったけいや、ど。もうその来た時点で削除でしも、ろ。誰かが送っとらすかもしれんでしょうが。来てないって言ってんやろ、でもこうでも。いや、それは確認したら来てませんって来たけど、それはお母さんが注文しとらんでもた。誰かがお母さんに対して何かも送ってくれとるかもしれんけんた。怖いわ。だけど、うんってなったっておかしかねえと思ったけん。ちょっと聞いてもらっただけこういうことがあったら絶対入力しちゃあかんねん。はい、わかりまわしかった。た？はい。すごい、怒らんで？怒るやろ、そんな。頼むわ、マジで。チャンネル登録、よろしくねー。